はい、こんにちは。えっ、ー、と、今日はですね、京大の方、1995年の問題ですかね。うん、2問、えー、やりたいと思います。っていうのは、文系と理系の問題がすごく似てるので、もう一んにやっつけちゃいます。はい。えー、まず理系の方の問題はこちらです。はい。どうでしょうかね。で、文系の方はこちらです。うん。もうちょっと一んに片付けちゃいましょう。はい。えっ、ー、と、じゃあですね、解説していきたいと思います。 はい。じゃあ行きます。はい。えー、っとですね。ちょっと書き連ねてみました。まあ理系の方の条件っていうのはこうですね。うん。で、文系の方の問題の条件っていうのはこうです。で、まあ P っていうものはこうで、で、この範囲にいる X たち全員に対して必ずこうなってますよ。というのが条件ですね。まあ別にこれ文系理系に関係なく共通した条件。で、まあだからここだけなんですよ。違うのは。うん。 このもとで示せって言ってるのが Qx っていうこういうのがあったときにこの人たちが x が絶対値1以下のところでえねこうなってる。で理系の、まあ、文系の場合はこうなってる。うんこれらそれぞれ示せというあの話です。まあ、これらの条件のもとで、ね。 で別に大した差は,ないんですよ、ね、はっきり言って何でこんな条件つけたんだろうって思いますけどえー、ねこれがあるなしによって難易度に何の影響も与えないと僕は思うんですけどねちょっと何考えてるのかよ分かんないですね <laughs> はいえー、っとということでまあちょっとやっていきましょうまあ基本的にはじゃあちょっと理系の問題を解くっていう感じでまず行ってみましょうかで何言ってるかっていうととにかくこの人の ね、この絶対値取ったグラフこれまあ c が0の時とかっていうのがあったりするんで一概には言いませんがまあ大体2次関数なわけですよ。2次関数でそれ絶対値取ったやつが、まあ、2以下になったり1以下になったりするって言ってるわけですね。うん、ってことはこれねこうやってこの2次関数のグラフをなんか絶対値でひっくり返した時にうん。 その一番でかいところつまり最大値の候補になるやつが必ず2以下になるように設定するとかそういう話ですねだから例えば Qx っていう、まあ、よくわかんないけどなんかねグラフがまあこんなんだったとするじゃないですかでこれが絶対値で裏返って出てるって言ってるわけですから、まあ、こんなになってるわけですよだからこのはこれもともとのやつがまあ例えば Qx で ね、絶対値9にしちゃうと、まあ、こういうふうに裏返って出てくるわけですね <laughs> いいですか、うん、これなんか軸がこっちにこうある時にねでこういう円になってるんですけどこの一番ねでかくなる候補の部分ですよね、Q うん、だからこの円の場合だと絶対値91あと絶対値9のマイナス1これら2つの両方がこういうのを満たしてればねいいわけですうんわかりますよ言ってることねつまり この絶対値 9x っていうのを考えたときに絶対値 9x の最大値になる候補、うん、が全部こういうふうに押さえられてればいいんじゃないですか。うん、だからこ,のこういう絵の場合だとここね、うん、だからまあこれちょっと、うん、絵,は絵が悪いですけど91でこっち絶対値の9のマイナス1これもこれも2で押さえられるであとこんな絵も描けますね。例えばですけど、 今ちょっとこっちで考えてますからね。えっ、ー、とそうすると例えばですよ。まあ、こんな二次関数があってこんなになってたとするじゃないですか。これまあ裏返えて出てきて。でここ、うん。これ頂点。だからこことこことここ。まあつまりこれ絶対19の1。で絶対19のマイナス1。でここは軸の部分ですからまあどうなのかね。まあこれ、うん、これか。 これですぐ計算すればすぐ分かりますが、マイナス 2c の b かな。うん。まあ、この人とこの人とこの人ねこ、これですよ。ここの y 座標ね。うん。この3つの3点戦わせて、全部がね、うん、2か、なんか2と勝負させて、2に負けてるってことを言えばいいわけですよ。うん。なんだろう。普通に2次関数の最大考えたり最小考えたりするときのね、まあ、絶対値くっついてるだけバージョンなのでね。 うん特別、なんかこうあ、風変わりなことをするわけではないということです。で、じゃあ、順番に見ていきたいんですが、今ちょっとね、こっちで考えてると思ってくださいね。で、C が0の時、まず考えましょう。二次関数になってない時ですね。はい。 うん。C が0の時。で、これちょっと、あのー、これからですね、C が0の時と、あとこの条件、ここ見ると、C に何も条件ないんで、C ノット0の時考えるんですが、文系の場合は C が0の時と C が正の時で場合分けすればいいです。理系の場合は C が0の時と C ノット0の時を場合分けして見て,み見ていきます。ちょっとこれ、まず、だから、これは、これ自体は文系も理系も共通でやるべきことってことですね。うん。これ考えますと、 えとまずですね絶対値 9x ってじゃあ何ですかって言われたら、えー、と絶対値 bx+a プラス、A、ですねはいうんこれ何すかこれどうします要はね何をやりたいかというとこういうふうに書いた時こいつが上から必ず1か 2? 2ですかこれね2以下で抑えられるってことを言いたいわけです。 いいですね、でしかもこれ僕今言ったようにこの条件っていうのは分離両方ともで考えるんでこれで抑えられるはずなんですよ。ね。うんそれちょっと見ていきます。これ三角不等式使うだけです。三角不等式使うとこうですね。うん、で B も B っていうのはどっちも条件としては正だと言ってますから、まあ、こうやって出てきて。はい。でこれ今これが。 こんなになったりするのは、いつですかって言ったら、この時になってればいいよって言ってるんで、ね。これは1以下です。ですから、ここに1突っ込んで、こうね。あんで、A は、失礼。A は0以上って言ってるから、もう外しときましょう。こうですね。はい。これ A たす B です A。A たす B なんだけれども、今 C0 で考えてるんで、ここに勝手に0足しましょう。つまり A、A プラス B たす C にしちゃいます。これ何ですか ね、これここに書いてあるやつですねうん A+B+C すって何だろう分かんねえなっていうのを教えてくれるような条件になってるわけですねこれね A+B+C すすっていうのは P の1のことですからこれは P の1ですはいいいですかでこれ正正正ですからねこれ P の1っていうのは P の絶対値1と一緒ですね いいですまあ、これ0だけど。0以上、0以上なんですね。これ一緒ですね、これと。えー、従って、これは1以下です。はい。この q x が1以下が出ました。えっ、ー、と、今も言ったように、この条件というのは、文系も理系も両方考えなきゃいけない条件ですね。うん。なので、はい。これ、これのね、まあ、1以下、文系のこの1以下というのもちゃんと満たしてます。この2以下の方が条件緩いですけど、ね、なんか、 これはあれですよね。文系の方が、あの、示すべき条件がちょっと強いっていうね。これを与えることによって、より強いことが示せるよってことになるんですけど、うん。こっちの方が条件としては緩いですからね。C が0以上ってことが分かんなかったら、ね、これぐらいまでしか絞れないよって、そういうことなんだと思いますけど、まあ、こういうことです。いいですかこれ分離、両方ともね、C が0の時は OK で成敗しました。次 じゃあ C がノットゼロの時じゃあここをですね c ノットゼロでいきましょう c ノットゼロつまりこっち理系の方で考えましょうまあ文系の場合はここで場合分けする時に C 正に取ればいいです C が C が正これで取ればいいですいいですかまあそうするとどうなるかっていうのはこのあとちゃんと説明しますでうん Q がの C がノットゼロの時っていうのはこれどうなるかっていう話あちょっと待ってよ これどうなるかっていう話ですね、うん。まずですね。これ。結局二次関数の最大値とかっていうのがどこにあるかっていう。あの、のを探る問題、まあ、絶対値で裏返しますけど。問題なんで。結局ですね。グラフの軸の位置でいろいろ場合分けして考えるというのは。まあ、いつものやり方ですよね。まあ、簡単な教科書に載っているような問題。よくそういうのやりますけどね。それと変わりません。 本質的には、ででここれこうです。いいですか平方完成すると。うん、でえー、っとじゃあ場合分けしましょうか。あ例えばこれじゃあこうしましょうマイナス 2c の b1 以上の時これを見てみましょう。ううん。ここれれ何かっていうと、これ軸 軸の絶対値が1以上だから今示さなきゃいけないのってこの範囲でどうこうということを示さなきゃいけないんですけどこれ軸がその外にある時ですねだからこっちとかこっちにある時です軸が。だから2次関数としてはまあこんな形になってるってことですねこう。その時まあこれがこうやってね絶対値でひっくり返って出てきますから最大値の候補、うん、になるのは要は絶対値 9x の 最大値って、こっちでこっちしかないんですよ。Q1 と Q のマイナス1の絶対値。その二つの値が最大値の候補になりますね。えですから、これ。えー、っと、絶対値 Qx の最大値の候補は、はい。こうなります。いいですかうん。今の考察からすぐわかりますね。ちょっと、なんかお絵かきしときます一応ね。まあ、大した絵じゃないんですけど、 うんとどうしようはいまあグダグダですけど、えー、これがね、まあ、絶対値9 x ということですはいまあこんなイメージですねうん軸がまあこっちにあるとかこっちにあるとかねまあ c が今ノットゼロって言ってますからこれ理系の問題を考慮してねこうやって言ってるんですけどだからといろんなパターンありますよいろんなパターンねだからもともとのグラフがこうなってるパターンもあるんでこれでこうなっていて ここがマイナス1でこの辺に1があってこうやって裏返って出てきてるパターンもあるしねだからここの部分ですよこれが絶対値 q x とかねいろいろあるんですけどまあそ全部別に書く必要ないですよこういう軸がこう外れてる時この定義域っていうかこの範囲からねマイナス11の範囲から外れてる時っていうのは候補としてはもうこの端っこしか最大値になる候補ないです。 えー、ということでこうなんでこの2つがね、うん、まあ今理系の問題を示すって言ってるんでこうなることを示せばいいんですけれども9のマイナス1なんていうのはもうすぐわかりますけど絶対値 a b c なわけですよ。はい。これなんですかねうん。これ p のマイナス1ですね、えー。ということで1以下です。うん。これはもうこれです。この仮定からね。同じように a+b+c。B c ははいこれなんですかね P のマイナス1の p の1かこうですねうんこうなりますねはいよって示せました要はこの Qx が C がノットゼルで2次関数にちゃんとなっている時その軸がマイナス1 1のその範囲から外れている時っていうのは最大値の候補これとこれしかなくて両方とも1以下を満たしているということが分かりました今のところだから ここまでの回答で理系と文系において回答に差は全くないってことです。まあここ正で書くか書かないかの違いはありますけど、まだここが正だってことを一つも使ってないですね。聞いてきてないですね。うん、これ。まだ使ってないんですよ。うん。で、最後のこの場合分けで聞いてきます。はい。今度は、ここ、いにしときます。ここ、い。これ何かというと軸がちょうどマイナス1と1の間にいるときです。つまり、 グラフの裏返り方として、もともとだから、なんか、こんなグラフだったやつが、こんな感じで裏返ってきちゃうということです。つまり、その時っていうのは、絶対値。これ、まあ、あの、裏返ってるグラフは絶対値 QX のグラフですけど、この人、この人の最大値の候補が、今度は、こことこことここの3個になりました。はい。それらすべてが、うん、こうなっていることを言えばいいんですよ。 C0 の時いいですかまずこっちの理系の方を示すとさっきと同じ記述ですねえの最大値の候補さっきと違ってこの人が、えーね、仲間に入ってきましたこれ何かっていうとまあこの軸のところですねうんはいねさっき書いた A からわかると思うんですけどまたちょっと一応書いときますなんかあのねこことこことここ。 この3点が候補だよと、まあ、これは絶対 1Q ですはいでこの人とこの人はさっきね計算しましたよねだから別に計算の仕方はね別にこの間にいるからといって計算のロジックが変わるわけじゃないんでまあこうですはいこれはもう先ほどの計算より、えー、で大丈夫ですいいですかはいでこの人です この人。この人を計算するわけですよ。ちょっと消しますね。これ、ここ消します。これですね。これ。この人を計算するんですけど、これってね、ここにこれ入れるとね、まず、えっ、ー、と、こういうことがわかりますよね。で、これは何ですかこれ。これは、さっきと同じで三角不等式を使ってバラします。 三角不等式使った結果、こうなります。で、そうですね。この絶対値いらないですね。この A の方はね。A の方は、こうです。で、これ。これどう処理するかっていう話ですけれども、ここに今いるって言ってる。この条件満たしてる時の場合分けだよって言ってるんで、これは絶対満たしてるんですよ。いいですね。じゃあ、これ使えばいいじゃないですかね。形似てるんで。えっ、ー、と、そうすると、A プラス、うん、2分の B。ね、今 B は0以上ですから、 これが出てきて、ここが 2c の絶対値 b と。こうかけるんじゃないですかこれね。いいですうん。だからこれは1より小さいと言ってますから、a プラス、あん、こうね、a プラス2分の b の1と。ま、あこうかけるということです。はい。で、これは、あの、b は0以上の数ですからね、これ a たす b の方がでかいですね。だから a たす b と。ここまで来ます。はい。 どうしましょうねえで A たす B って今0以上なんで0以上なんで絶対値 a たす B と一緒なわけですうんなんでこんなことするんだって思ってますからこの辺はもう計算の工夫ですうんこういうのを示したいので目的に向かって突っ走っていけばいいんですよこれは今0以上なんでこうかけるそうするとですね ここに C を勝手に足します。ここに C を。C って、今この場合、理系の問題の場合、正か負かはわからないんです。だから勝手に足したら、引いて一緒にしといてやって、はい、ここで三角不等式です。こうなります。はい。これ何ですか絶対値 A たす B たす C。P1 じゃないですかこれは ?P0 じゃないですかあー、やっと出ました。P1 たす P0。P 0 はい、で、これ2以下です。はい、これで理系の方はね、C が0の時 C が0じゃない時の、えー、A の場合け、あと I の2パターンですね軸が外にいる時と中にいる時 A を考慮して、えー、考えたので全ての場合をちゃんと考え尽くしたのではい、えー、どんな場合においてもこうですってことが証明できましたいいですかこれは理系の方です 文系の方は何がありがたいかっていうとですね、ここ。理系の方だとね、ここに c って勝手に足すとまずいんです。なんでかっていうと、ノットゼロとしか言ってないんで、負の可能性があるんで。あ、これ、ずっと1になってましたね。ここ二ですね。今さら今更。ね。なんだ何の話してましたっけあ、そうそう。c、プラス c って理系の場合できないんですよ。できない。なぜなら、ここ、こういう条件だからです。 負が来ちゃうと、ここに負の c が来ちゃうと、ね、これ0、あの、不等号こう成り立たないですね。うん。でも、文系だとここに c って勝手に足していいんですよ。なぜなら0以上って言ってるから。その違いです。理系だと、一旦このように絶対値で見て、うん、こうやって置いてやって、まあ、正か負か分かんない数を足して、で引いて、プラス0、結局合わせて0足してると思って、で、三角不等式をわざわざ使って、このようにやると。 いうことをやんなきゃいけないんですが、文系の回答だとこれで十分ですね。えっ、ー、と、C B、B プラス C。はい。なぜならば C は0以上だからです。はい。で、0以上、0以上、0以上と言ってるんで、これは P の絶対値1と一致してます。いいですかはい。従って1以下。はい。ということでこれが出ます。はい。これによってですね、まあなんか文系の場合はこうですね、ここを最後こうやって C が正だからこうやって足していいよという話ですね。 いいですか。はい。まあちょっと文系と理系ででちょっと一辺に説明したんで、うん、まあでも差はよくわかると思いますね。うんうん。はい、えー。今日は以上となります。はい。お疲れ様でした。はい。最後までご覧いただきましてありがとうございました、えー。ぜひ高評価ボタンよろしくお願いいたします。で、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回お会いいたしましょう。さようなら。